金に向いてるっていう話をしたんですけど、はい、じゃあその法人になる前の、あの営業ですか、営業ってどれくらい時間取られたんですか。個人で契約をしてる人の、あの自分がその前契約で、個人で、30店舗スーパーの人と契約してる時は、自分が、間に入ったあの築地の市場東京シティさんの営業推進部の職員と自分が電話でやり取りをする。で、新たな販路というのはなかなかあの見つからない。で、その契約だけなんですね。個人で、契約する場合は、まあ、ある程度こう大きく個人で、法人としてやっていく場合は、自分が